岩木島は愛媛県北東部に位置する離島である。広くは芸与諸島に、小さくは上島諸島に含まれる。行政区画は愛媛県大茶郡上島町。島の中央にそびえる石前山は3000本に及ぶ桜の名称としても知られている。これらの観光資源を活用した観光客誘致や1985年からは、 青いレモンの島のキャッチフレーズで、島特産のレモンを利用した産業振興策に取り組み始め、今日では一定の評価を得ている。さらに、1990年代からは、グリーンツーリズムなどにも取り組んでいる。岩木港と岩木地区赤前山山頂から、池那島、因の島方面を望む、昭雲寺陸地島の島合港と岩木島のここげ港。右側には、 西瀬戸自動車道の行地等、橋西方7キロメートルより、岩木という名は古代の部族名による、あるいは平安時代に岩清水八万の所領になったとか、いくつかの説がある。また、儀式和人伝に、己百種国としてすでにその名があるが、各たるものは不明。主要産業は農業並びに造船業である。岩木島を含む上島地域の交通の中心は、 因島であり、因島への航路に大きく依存する。因島、または、本島のすぐ北に位置する、陸地島まで渡ると、瀬戸内、島並海道により、本州及び、四国と橋でつながっている。島を一周する道路には、島並海道サイクリングロードの一環として、ブルーのラインが路面に引かれている。ここげ港本島と東隣の粋な島とを結ぶ、 岩木橋の構想が長らくあり、2017年7月19日に非公式が行われた。2021年度に完成の予定である。ありがとうございます。